1>, 1日、アジア大会、中国、広州、男子サッカーの準々決勝で北朝鮮に2対1で勝利し、4日の香港との準決勝に駒を進めた U22 日本代表。今回、ラフプレーが目立った北朝鮮と来年3月の W 杯アジア予選で再び激突する日本代表に、ネットでは次のような声が上がっている。ブライトン・三オ薫夫妻の CM 共演は実現不可能。 クリア夫人のジップのスキャンダルが障壁に三お薫が危ない。久保くん、逃げて、アジア大会の準々決勝で、北朝鮮に与えられた6枚のイエローカードの中、1枚は給水ボトルを配る日本スタッフに対し、殴るふり、で威嚇するという前代未聞の振る舞いだった。当然、レッドカードが出ないのはおかしい、といった声が世界各国から噴出した。 元日本代表監督で J リーグ初代チェアマン、日本サッカー協会会長などを歴任し、現在日本トップリーグ連携機構会長を務める川淵三郎氏、86が試合後、自身の X、旧ツイッターで勝利したものの北朝鮮の明らかに怪我を狙ったひどいプレーをレフェリーが見逃し続けた。フィファレフェリーとはとても信じられない。日本選手が大怪我しないかを心配しながら見ていた。 投稿するほどだった幸いにも日本代表で致命的な負傷を負った選手はいないが川淵氏が指摘したように大惨事につながっていた可能性は十分にある試合中に暴挙を働く北朝鮮の選手は怪我を恐れる選手はもちろんサポーターにとっても絶対に関わりたくない相手だろうそんな北朝鮮との戦慄の再戦が 半年後の2024年3月に2試合組まれている。2026年 W 杯に向けた W 杯アジア予選はアンダー世代ではなく、トップチームの日本代表が出場するため、よほどのことがなければ、メンバーにはイギリスプレミアリーグ、ブライトンの三笘薫26や、スペインのレアルソシエダの久保武さ房22らが選出されるだろう。アンダー世代のアジア大会でさえこれほど荒れて、 大きな禍根を残す結果となった。北朝鮮はサッカー界の最上位大会に位置する W 杯への出場がここ3大会遠のいている。W 杯出場がかかった予選ともなれば、日本代表が殴るふりや明らかに怪我を狙ったひどいプレー、川淵氏以上の攻撃にさらされる可能性が濃厚だ。しかも、試合はホームアウェイの方式が取られているため、 倍以上の負担と危険がのしかかる。先を見据えて、ミトマは北朝鮮戦に使わないでほしい。次は殴るフりじゃ済まないでしょ。殺人的プレーの連続攻撃が待っているのは間違いない。試合中だけじゃなく、北朝鮮の宿泊先でどんなことをされるかわからない。